F2 次期戦闘機開発が進む中、主体となるのは日本企業で、アメリカロッキード社が支援と回ることになり、急ピッチに開発が進む。今回は F3 戦闘機開発で注目のジェットエンジンを詳しく見ていきます。 XF9 にするのか、それともロールスロイス社との共同開発が進むのか、その内容は不透明ですよね。最新情報でまとめています。2021年も残すところ1ヶ月となったが、今年も様々な軍事関連のニュースが飛び出してきた中で、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機開発について、最新の進捗を伝えるものは少ないようだ。次期戦闘機開発といえば、ここ1年では2020年12月に三菱重工業者を開発主幹企業とし、その配下にエンジンを IHI 社、機体をスバル社、電子機器類を三菱電機社、富士通社、NEC 社等の国産各社が担当する体制だと見込まれてきた。ただ、その時点でも次世代戦闘機が分類される、いわゆる第6世代戦闘機はもちろんのこと、現時点で最新鋭の F-35 ライトニング2等の第5世代戦闘機の単独開発経験もない日本は、戦闘機技術の支援先にアメリカのロッキード・マーチン社を挙げていた。この時点では F-22 ラプターや F-35 ライトニング2などの現行の最新鋭機を有するロッキード・マーチン社がその技術支援先の候補に選ばれることは半ば必然という流れだったが、一抹の不安の声もなかったわけではない。次世代戦闘機開発に向けては、日本が自国主導の開発方針を明確に打ち出すまでは、現状の F-15 イーグルや F-35 ライトニング2などと同様に海外勢の戦闘機を検討したこともあり、その中には県のロッキード・マーチン社も含まれていた。ロッキード・マーチン社は日本の次期戦闘機計画に向けて、自社の持つ第5世代戦闘機の F-22 ラプターと F-35 ライトニング2をミックスさせたような機体を提示したとされ、一時はこの案が有力との見方もあったとも言える。しかし、結局はこのロッキード・マーチン社の提案は採用されずに終わり、日本側が自国主導の開発方針を譲れない条件として堅持した結果だと受け取られており、あくまでロッキード・マーチン社には技術支援を仰ぐものとされてきた。ただし、日本側とロッキード・マーチン社との技術支援に関する内容もそこから遠からず、正式な契約に至ると見られながら、2021年11月末時点では確定したとの情報もなく、あくまで選定段階に止まった形が続いている。こうした中で、次世代戦闘機でコアとなるエンジン部分を担当する IHI 社は、すでにそれに向けたプロトタイプのエンジン XF91 を1機、2016年6月末に防衛装備庁に納入を済ませており、この量産化は確実だと見られてきた。IHI 社は、段階的に次世代戦闘機用エンジンの開発を防衛装備庁と共に進めており、まず2010年から2015年にかけて、主要な構成要素の研究としてエンジンの中核を構成する高温化に耐えうる燃焼器や高圧タービンに着手した。そして次にこれと一部同時並行する形で、2013年から2017年にかけてこれらエンジンの中核部分に加え、ファン周りや低圧タービンの研究を行い、次世代戦闘機用のエンジンの基礎となる開発を推し進めていった。IHI 社は、2015年から2019年に最終段階として、それまでに得られた研究結果をもとに、プロトタイプのエンジン XF91 を組み上げ、この中で、前述のように、1機のエンジンを、
成果物として2018年6月に防衛装備庁に納入済みである。納入されたプロトタイプエンジン XF91 を用いて、以後は実際の性能を確認するテストが防衛装備庁と IHI 社の共同で2020年7月にかけて行われ、その過程で同エンジンが世界的なレベルに照らしても高水準であると報じられた。この XF9 は全長が約 4.8 メートル、入り口の直径が約1メートルで、これは現行の F-15 イーグル戦闘機が搭載するプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズであり、大型の双発戦闘機に向けたものとなる。防衛装備庁と IHI 社の性能テストで XF9 はアフターバーナー作動時に最大推力15トン以上を発生し、同ミサ同時でもそれは11トン以上と、F-22 ラプターが搭載するプラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンに匹敵する数値となった。XF-9 は、こうした高い推力を発揮できることに加え、燃焼機の入り口付近の温度は、1800度もの高温に耐えるもので、当該部分のパーツの素材や、その加工技術と耐久性が、プロトタイプとはいえ、高い水準にあることを示した。こうした XF-9 の性能やスペックを考えた場合、十二分に量産化して、次期戦闘機に搭載することは、可能だとして期待する声が大きく、若干は一人歩きした感もあったが、当の IHI 社からは、あくまでも、プロトタイプであるとの冷静な声も聞かれる。そこでは、コンプレッサーや燃焼機、それらに用いる素材やその加工技術など、コアとなる要素の技術的な面では、到達すべき目標値達成が見えているとしながらも、量産化する際のクオリティやスケジューリングなど、管理面の課題が指摘されていた。それでも、現行の F2 戦闘機の開発が行われた時点では、日本はエンジンを国産化できる技術力を有しておらず、結果としてアメリカの F-16 ファイティングファルコンを土台とする、いわば改造に近い開発を強いられた経緯がある。これを考慮した場合、アメリカから一部をブラックボックスと化された機体として開発された F-2 戦闘機は、その後の仕様変更等について、日本独自の自由度が低く、その意味で、決して満足のいくものではなかった。これゆえに、IHI 社による XF9 の開発に寄せられる期待値も大きく、日本の航空業界の悲願ともいえる戦闘機の自主開発の実現に対し、今後の防衛装備の方向性を占う上からも、非常に高い関心が寄せられている状態だと言えた。ただし、2021年の6月に、イギリスのロンドンで開催された G7、先進7カ国首脳会議のタイミングで、日本とイギリスの間でトップ会談が行われ、そこから日英両国共同での戦闘機エンジンの開発が行われる模様だと報じられる。具体的には、イギリスが主導して、実施中の第6世代戦闘機、テンペスト計画で、同機のエンジン部分を担当しているロールス・ロイス社が、日本の次期戦闘機のエンジン開発にも参画してくると予想した報道だ。こうした内容は、朝日新聞等で、2021年7月上旬に報じられており、日英が共同で戦闘機エンジンを開発することで、双方のテンペスト次期戦闘機にそれを搭載し、単独開発よりも量産効果で開発コストの低減を目指すという。また、将来的には、そこでテンペスト次期戦闘機用に開発されたエンジンは、イギリスがテンペストの海外輸出を獲得した場合、
日本も、副次的に、その恩恵に預かれる可能性も示唆されているが、これは少し早計だろう。現時点では、先に挙げた、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援についての契約も締結されておらず、ここに、新たに、イギリスのロールス・ロイス社も加わるとなれば、次期戦闘機の開発の自由度への影響も懸念される。また、この2021年11月には、イタリア空軍の高官である、ゴレッティ参謀長が、ドイツとフランスが主導する第6世代戦闘機、FCAS 計画とイギリス主導のテンペスト計画の統合を提唱しており、その行方にも注目が集まっている。もし、この提言が実現するような事態となれば、かつてのヨーロッパ諸国のユーロファイタータイフーンをもしのぐ採用国数。機体生産数となる可能性も大いにあり、その点からも続報に留意する必要がありそうだ。